はい、では本日はインタビューよろしくお願いします。ではまずお名前からお願いいたします。矢吹町の MK です。はい、どのようなお悩みで来られましたか。ちょっと肘が痛くて、ちょっと最初整形外科さんに見てもらったんですけど、テニス肘という診断をされ、ちょっと時間がかかるかもしれないですよという話があったので、ちょっとここは知人との勧めもあり、整骨院に行ってみようということで決めました。ありがとうございます。テニス肘で実際にこう困っていたことはございましたか。あの仕事でちょっとこう反復するようなちょっと重たいものを持ったりする仕事なんですけれども、ちょっと正直な人の作業できないぐらいの痛みがあったので、これはちょっとなんとか改善しないとというのは思いながら仕事をしてましたので、ちょっと自分の中ではかなりなんとかしないかなという思いがありました。はい、では実際にトイに来ていただいて施術を受けてみて、お体の感じはいかがでしたか。はい、肘が痛いんで肘のマッサージかなと思ったんですけれども、根本改善でした。はい、根本改善ということで、全身の骨盤だったり、そういったところから、見た方が治りやすいですよという話があったので、それを、体全体をこう施術していただいて、あとは電気治療等をやっていただいて、何回かするうちにも改善されてたのが自分で分かったので、非常に良かったです。はい、だいぶ痛みも今はなく良かったと思います。はい、では最後にですね、はい、テニス肘でお悩みの方へ、一言お願いいたします。はい、いろんな治療方法はあると思うんですけれども、できればこう早く治したいと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、根本的にでも体全体ということを何度かこう話していただいて、その辺納得もしましたんで、そういったところも先生方にこう相談しながらやられるのが一番いいんじゃないかなって思いました。はい、ありがとうございます。本日はインタビューありがとうございました。